専修大学4年生の星です。女子大学4年の月穂です。はい、じゃあ今回は何ですかこれ。私の就活の時のルーティーンを再現した動画になってます。これメイク、うん、メイクしてる。あ、いいね。え、これ今日外出るのじゃ。今日は外ってないけど、うん、オンラインの説明会とか社員訪問があって、なんだかんだね、オンラインだけどちゃんと化粧してたかな。やっぱ薄めのメイクするの。いや、あんま考えてなかったかも、正直。そうなんだ、うん、え、これ何やってんの。これは完成版です。あ、完成版ね。完成版を作りよう。あ、いい感じ、いい感じ。で、ファンに住んで、説明会受けてます、これ。で、はいはいはい。そう、話聞きながらずっとメモってるって感じです。説明会どんぐらいでしたの ?3 月上旬とかは結構大きい。1日1便ぐらい終わったんじゃない。え、マジ。うん。入れすぎでしょ。だけど、なんか出るのが目的になってたところもあるよね。あー。なんかインターンとかもそうだったけど。はい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 。ね。やってる感あるもんね。そう、やってる感あるから、うん、なんか、とりあえずやっとかないと落ち着かないみたいなところあったかもしれないね。はい、ありがとうございます。一橋大学の大塚清太と申します。お時間いただきありがとうございます。私からの質問としては、これは、これは質問してる。ああ、はい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 。あの説明会の最後の、あ、そう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 、方が多いと思うんですが、なんか実際にその営業だったりマーケティングだったりっていうその配属の決め方みたいなところに何か特徴とかあるのかなっていうのをお伺いしたいです。はい、わかりました。ありがとうございます。質問したのをまたメモってみたいなことをしてます。へ、これ質問内容ってさ、うん、調べたら分かるような内容は質問しない。うん、あんまりしなかったかな。社員訪問と兼ねてみたいな感じで、なんかやりがいとか、なんかスケジュール感とか、個人にフォーカスした話を聞いたかも、割と。はいはいはい。これは？これはですね、お昼になって、12時から1時の間に、1時間あのドラマを見るっていう。あ、そう、リフレッシュも兼ねて。休憩ね。そう。こんにちは。よろしくお願いします。大塚清です。これはですね、社員訪問をしてます。行きたい企業の社員さん。あ、そうそうそう、気になってる会社の社員さんにお願いして。へー、これはサークルの先輩だと思います。あ、サークルの先輩、うん、羨ましい。これは、あ、これはメモったやつですね。こんな感じのことをメモってましたっていう。質問とかもある程度決まってる。質問を、そうだね、割となんかどの企業でも聞きたいものっていうのをリストをアップしてて、その回答に応じて深掘りしてったりしていかなかったりみたいなのもあるかもしれない。え、ちなみにそのさ、自分の知り合いじゃない人に OB 訪問したりもしてる。自分の知り合いじゃない人もしてた。一回話聞いた人にもう一回紹介してもらうとか、別の人。あ、それこそ人事の人にちょっとお願いしてとかもあったかな。ああ、そうなんだ、うん、こういう海外経験がある女性社員の方いませんかみたいな、メールして返してくれる会社もあったかな、うん、あ、そうなんだ、うん、これは、あれ、これは社員訪問の中で ES 見てもらってるシーンで、うん、今画面共有してますね。 Google ドキュメント。そう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 、はい、Google ドキュメントでさ、まあ、画面共有プラス URL 共有してくれると、うん、めっちゃ ES 検索しやすいっていう。それは私もね、就活生終えてから思ったあ、終えてから思った、うん、あ、そうなんだ、見る側になって。あ、そういうことね。これは、これは、まあ夜になってきて、ES 書いてるっていう時間で、おー。なんかさ、3月になるとさ、毎日さ、締め切りあるじゃん、ほんと。はい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 、はい。だからそれに合わせて、1日1、2社ずつぐらい書いたっていう感じかな。いや、すごいね。めっちゃ就活するじゃん、あなた。やってる自分がなんか、楽しいみたいなのもあったかも。うん、ああ。予定がいっぱい埋まってるっていう。はい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 。あとなんか何かやってると安心するとか。ああ、そうそうそう。あるよね。そう。常に動いてないといけないみたいな。いや、そうね。そうね。それはめちゃくちゃあると思う。そういうものがあったね。そう。
で、これはちなみになんだろう、これは、あら、星かけるさんかな、ほら、これも星かけるさん、星かけるさんとは就活生の時よりもね、模擬面接したり、いや、ありがたい、模擬面接以外にもさ、なんかズームつなげてさ、作業の時間とかしてたよね。あ、あれもね、実でありがたい、ね、イエス書いたり、今でもたまにやって、本当にたまにやってる、本当にたまにね、模擬面接ね、やってくれる友達いるのは、ね、ありがたい、うん、面接官がやることによってさ、そこでなんか分かる視点とかもない、めっちゃ分かる、一番思ったのは、うん、俺も今まで話すの早かったなって思って、うんうんうん、メモするのめっちゃさ大変じゃん、もうあれってなるとこれゆっくり話すとメモしやすいだろうな、うん、あと分かりやすい発言ってめっちゃ覚えてる、なんかワードワードで覚えるっていうね、うんうんうん、本当、いや、そう、本当に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 、キーちゃんならば職みたいな、そう、インターンみたいなやつ、うん、あったらちゃんと大きくドーンってやると、うん、分かりやすいから、うん、まあ、その最初に自己紹介さ、うん、ポンポン聞いてほしいことをさ自己紹介の中に盛り込むとかさ、分かりやすく聞いてくれるような、うん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 、逆にそういう言葉しか覚えてないの、いや、もう覚えてない、細かいところとかも覚えてないし、いや、面接練習はそういうことです、ね、最終面接は終わったんだけど、まだ結果が出てなくて、で、どっちなんだろうねっていう感じでずっと待ってる。いいね、いいね、ちょっとそれ心配というか、ちょっとドキドキするね。いや、そうってさ、普通さ、内定とかってさ、うん、あの合格の場合、なんか翌日とかさ、なんか早い時だと即日じゃん、もうすぐっていうか、もうすぐにほんと2週間ぐらいでさ、おいおいおい、なんかワンちゃんこれ押してんじゃねみたいな、え、怖いねそれ、そう、まあちょっと焦りすぎてるなって思いつつ、うん、ね、でもいいんじゃない、就活なんやかんややっぱ早期選考有利、まあ、有利なのかわかんないけど、うん、まあ、早い方がなんか安心するし、まあね、それはめっちゃ俺も まあ、やっとけばよかったなってことじゃないけど、いいなとは思います、うんうんうん、はい、じゃあ私も就活生の時の一日でした。皆さんも頑張ってください、就活。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。